おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も蛇の命ハードモードの続きやっていきたいと思います。前回、第一段階かな、ブラックドクター第一段階をクリアし、今回から第二形態になっていきますね。表情が変わるからね。でここから、不死鳥のごとくいろいろね、しぶとくなってくると思いますけど、頑張って撃退していきましょうね。ということでやっていきましょう。議論に戻るよ。いよいよ救世主 X の謎を追求する時だよ。救世主 X は過去に旅館の温泉を掘るために70万ゴールド以上かけたと言われてたけど、その現状は父の子目当てだったらしいよ。そして温泉が湧き出るどころか旅館ごと沈没させてしまったって話だね。早速矛盾してるじゃないか。救世主 X は父の子目当てに地下を掘った件、父の子100万ゴールドは警察が流したデマだった件、どちらもお前が証言したことだ。父の子の方は俺が証言したんだがな。この俺が救世主 X なら、自分で流した父の子100万ゴールドのデマに釣られ、自分で地下を掘ったとでも言うのか。矛盾してるならハンターの証言が間違ってるはずだよ。まだわかんねえだろうが。矛盾する二つの証言、間違っている、かっこミスリードさせられた証言はどっち？救世主 X は父の子目当てに地下を掘った件。父の子の100万ゴールド目当てで地下を掘ったんじゃないの？父の子でないなら、地下に父の子以外何が埋まっていたのか提示してもらおうじゃないか。まあ、提示するの方にもミスリードがあるから提示しません。提示しないだ。推理を放棄する気か。推理放棄したらこれ終わっちゃうよね、多分ね。地下には何も埋まっていなかった。地下に何も埋まってないのに掘った。何も埋まってないのに地下一帯を掘り起こしただと。地下同様に頭の中もスカスカになっちまったが。何か別の報酬があったのかもしれないよ。重機に金を費やし、掘るのに労力を費やし、リスクだらけじゃねえか。地下掘ったり設備提供に70万ゴールド以上かけたって話だから、100万ゴールド近い見返りがないと採算が合わないな。それに設備提供の他にも改装などの援助があったしな。そういえば旅館のおかみさんが部屋を狭くリフォームしたのも救世主 X の仕業って言ってたわね。まず救世主 X にとって部屋を狭くリフォームする利益などないだろうが。救世主 X が部屋を狭く改装した理由は、金持ち客を排除、貧乏人客を排除、こっちかな。客を排除するため、これ自体。漠然とした回答だな。もっとわかりやすい理由を提示してもらおうじゃないか。あ、救世主 X が部屋を狭く改装した本当の理由は、狭い方が殺しやすいから、閉じ込めやすいから、宿泊したがる人を減らすため、わいせつなことをするため。逆転の発想。まあ、宿泊したがる人を減らすためなんだけど、ちょっとわいせつなことをするためにしたいけど。宿泊したがる人にしますかね。ちょっとさすがにふざけられないわ、ハードモード。宿泊する人を減らすため？そうだよ。客を減らすというより、あくまでヘビ以外の宿泊数を減らす目的なんだよ。人間の宿泊数が減少すれば、代わりにヘビが宿泊する率が上がるからね。客のヘビ率が上がれば、救世主 X のお目当て、ヘビボールの獲得率も上がるってわけね。狭い部屋ならヘビ率が上がるだ。そんなの、ヘビが狭い部屋に強いこと前提の話じゃねえか。実際ヘビは狭い部屋に強いよ。壺の中で過ごすヘビもいるほどだしね。この俺が、こんなヘビどもに。ミスリード回避システムのおかげにより、すぐ休憩ポイントに来たところであなたのターンです。行動を選択してね。まあ、じゃあ、予習しとくか。はい。救世主 X が旅館を沈没させた理由の一つは、部屋を狭くしてヘビの客を増やすため。客のヘビ率が上がれば、ヘビボールの入手率も増えると計算したんだよ。たかが狭くするためだけに沈没などと笑わせてくれる。地面を掘り起こすリスクは金や労力だけじゃない。耐震偽装のリスクも抱えているのだ。確か地盤がゆるゆるになっちゃったんだよね。地盤を緩めるのも目的。緩まってんのはお前の頭だろ。地盤を緩めてどうする？救世主 X が地盤を緩めた理由、普通に考えると地震だね。そうだね。地盤が緩まったってことは地震で揺れやすくなるよ。
揺れやすくなったところで肝心の地震が起こらなきゃ意味がないだろうが。監禁したいタイミングで地震が起こる確率など偶然を通り越して奇跡に近い確率だ。地震は必然だった。地震は必然だったの？まずは地震の前に何が起こっていたかが重要そうだよ。地震の前に起こっていた出来事といえば停電。また停電の話か。そろそろ聞き飽きちまったな。停電が全ての騒動の発端だからね。仕方ないね。最初に停電、その少し後に地震、タイミング的にできすぎているわね。別におかしな話ではない。停電と地震はワンセットだろうが。順番がおかしいです。そうだよ、地震後に停電ならわかるけど、停電後に地震は順序が逆転しちゃってるよ。君がいつも言ってますよね、それでは順序が逆転しているって。あなた、僕に言われてますよ。そうなると停電が地震にも連動してる可能性が高いね。まだ不明なのは最初の停電の原因になった融合エネルギーがどこに打ち込まれたかだね。電気制御室から地下のどこに打ち込まれたのかが問題ね。そこの壁、少し焦げたような跡がついてるよ。ここに電気エネルギーが打ち込まれた可能性があるよ。その壁は電磁石で補強されてる壁だね。電磁石は電気が流れると磁力が発生する仕組みだよ。じゃあその電磁石の壁に衝撃を与えて地震を起こした可能性が考えられるわね。そいつは無理な話だ。電磁石の補強壁は頑丈で破壊させることなど不可能だ。それじゃあ電力発信源のこの部屋から他に気になる点を探すべきだね。レールがおかしいですな。そうだよ、このレールの配置おかしいよ。わざと壁が衝突するようにレールが敷かれてるんだよ。確かに壁に激突しちまうレール配置だな。だがそのレールの上に乗っかってたもの次第では手のひら返しになるぜ。レールの上にもともと乗っかっていたものはドリル重機だよね。そうだよ、ドリル重機だよ。すぐ隣の部屋にあるからね。自分で墓穴を掘ったようだな。あれ、これなんだっけ、なんか墓穴掘った。そう、ドリル重機は壁を掘る機械。つまり壁に突き進むレール配置こそ正常だろう。墓穴を掘ったのはあんたでしょ。この電磁石の壁は頑丈で破壊させることは不可能って自分で証言してたじゃないの。そうだよ、ドリル重機でも掘れない壁に対してレールが敷かれるのはおかしいよ。だがそのドリル重機がレールに乗っかっていたかどうかは憶測でしかない。さっきと言ってることが逆転してるよ。手のひらドリルの極地だよ。何にせよ、今現在ドリル重機がレールに乗っていない以上、矛盾として成立しねえな。何か逆転の証拠でもあればな。ドリル重機が、言えねえんだけど、ドリル重機が乗っかっていないことが地震発生の証拠。これです。ドリル重機が乗っかっていない理由は、壁に激突してレールから外れたからです。そうだよ、壁に激突したことで、今日ダメかも。そうだよ、壁に激突したことで地震が起きた可能性が考えられるよ。最初の停電でどこに電気エネルギーが打ち込まれたのか今ならわかるはず。電磁石の壁です。ドリル重機じゃなくて壁の方に打ち込むの？わかったよ、電気が流れた電磁石の壁は巨大な磁石と同じ。そこから膨大な磁力でドリル重機を吸引することで壁に激突させたんだよ。停電後の地震はこの原理だったってわけね。ただの憶測に過ぎねえな。ドリル重機が壁に衝突した証拠でもあるのか？ドリル重機が激突したことで新たに生まれた証拠品があったはず。これだ！超電磁ドリルだ。そうだよ、ドリル重機が壁にぶつかり地震が起きた時、ドリル先端が欠けちゃったんだよ。そしてそのドリルの破片が超電磁ドリルとして再利用されたんだよ。役立たずと言われてたドリル重機が役に立ってたってことだね。地震、狂気、ヘビメタ、冤罪、沈没、ミミズ誘導、首吊りフック、刑事尻尾切りと裏で何役も仕事してたよ。それ全部黒幕の役に立ってただけだからな。その通りだな。まあ役に立ってるって言えば立ってるけど、それはいいのか？それ以前に難題はまだまだ残っていただろう。ドリル重機と超電磁ドリルでは色からして別物だという難題がな。そうだったよ、ドリル切り離し問題は解決したけど色が違う問題は未解決だよ。
色が変わるといえばあの証拠データと関係があるのでは？どれ？あ、これ？人工温泉かな？合成着色料の話？そうだよ。人工温泉に漬け込めば変色していてもおかしくないよ。なぜわざわざ人工温泉なのに漬け込む必要がある？だから色を変えてドリル重機とは別物に仕立てるために。色を変えるだけなら普通に塗料を塗った方が早く手間も少ないだろう。超電磁ドリルをわざわざ、人工温泉に漬け込んだヒントは？わからない場合は下ヒント。あー、思い出すか。漬け込んだ理由？超電磁ドリルを漬け込まなきゃいけなかったんだ。温泉情報でなんかあったっけか？ちょっと、温泉で殺害されたといえば、今回はまああれだよね、容疑者になったのがヘビメタくんで、一緒に入った。で、ヘビメタくんの容疑が晴れたのは、温泉に入ると、切れ味が鈍くなるから。超電磁ドリル付け込む前までは、違法な武器だったんじゃないの？その、攻撃力9じゃなくて、もう10以上だったから、ちょっとでも鈍らせるために、温泉に付け込んだ？じゃね？それ以外だって付け込む理由ってなくね？ちょっとやってみよう。ヒントなしで。これほら、あるじゃん。ほら。金属製凶器、温泉で切れ味低下。これよ。そうが、武器は攻撃力10を超えちまうと、違法になっちまう。武器製造過程で攻撃力9に調整するため、仕上げに使ったのが人工温泉ってわけだな。やっぱり超電磁ドリルとドリル重機は同じものだったんだよ。まだだ。ドリル重機と超電磁ドリルは別物だって理由は他にもあるぞ。たかが欠けたドリルに電気属性の機能などついてないだろう。救世主 X は機械に詳しいからドリルの魔改造くらいできてもおかしくないわ。魔改造だけではどうにもならない難題も残ってるだろう。重い電磁ドリルが浮遊して鉄格子の隙間に入り込むとかいう怪奇現象だ。そうだったよ。最後の難題、高速浮遊する物体の謎。超電磁ドリルが浮遊して鉄格子の奥に入っていった謎、今なら解明できるかもしれないよ。これだね。被害者から磁力が発生していたんよ。これよ、これ。そうだよ。ヘビメタの体は特殊なレア金属で構成されているから、そのヘビメタに電力が打ち込まれたってことは、電磁石のような磁力が働いてたんだよ。つまりあの浮遊する物体の謎は、超電磁ドリルがヘビメタの磁気に吸引されたってわけだね。超電磁ドリルとドリル重機が同じものだと証明された以上、磁力に、吸引されるのも確定だしね。ヘビメタの体が電磁力の、電磁石ね。ヘビメタの体が電磁石の働きをしていただの、憶測の話だろうが。ハンターも事件当時、手が引っ張られる感覚があったとか言ってたぞ。おそらく装着していた手錠がヘビメタ側に引っ張られていたんだろう。大型種が無症状でハンターだけ引っ張られたって話だから間違いないわね。んじゃあ、ヘビメタから磁力が発生していた証拠になるってわけだな。いや、ハンターくん役に立ってんね、ここに来て。先送りしていた三つの謎。硬いドリルの先端を切り離す方法。ドリルの色がなぜ違うのか。そして高速浮遊する謎の物体。全部解決したよ。次はついに雪崩の問題だよ。そう、ここね、これなんだよね。ちょっと一応推理はしていたけれども。どうかな？冷凍倉庫の問題なのかと思ったが、一体どういうことなんでしょうかね。じゃあ、時間、短いね。じゃあもう一回セーブして、ちょっと続きやってって感じにしようか。セーブしましょう。はい。停電だけじゃなく、地震まで意図的に起こされたものだったよ。では、地震まで必然だったとして、地震を起こしてどうなる？驚かせる、災害保険を受け取る、雪崩を起こす、愚かなる人類に静粛を与える。雪崩を起こす？まあ、これミスリードじゃね？ヘビメタ君は、大雪なんて降ってなかったけどなーって言ってたから、雪崩を起こすはちょっと違うんじゃないかと思ってるんだけど。
まあ愚からぬ人類に静粛を与える目的かな。そうだよ、時は満ちたよ。今こそ封印が解き放たれて最終戦争が起こりゆくよ。ああ、最終戦争が起こり3ダメージ受けました。戦争で3ダメージしか受けないヘビ探偵すげえな。雪崩を起こす？そうだよ、地震が起これば雪崩につながるよ。まずは監禁するのが黒幕の目的だからね。雪崩につながればな。その時はたまたま大雪が降っていたから雪崩につながったのだろう。もし大雪が降っていなかったらどうする？それとも救世主 X は大雪まで降らせたとでも言う気か？来たねえ。大雪は偶然だったわ、完全ミスリード。大雪も降らせた、ハードモード限定。行きます、ここから初見ですよ。イエイ。とうとうこの問題にまで踏み込んでくるとはな。地震までは発動させたとしても、雪崩は大雪も降らなければ成立しないからな。それもヘビボール所有者が、それもヘビボール所持者が来客した日が大雪の日でなければならない。つまり手動でも不可能な大雪を自動で降らせる必要がある。それじゃあ天候を変えるような魔法でも使えないと無理だな。願い事で天候を変えた、架空の雪を降らせた、こっちじゃね？架空の雪降らせたんだと思うんだよね。冷凍倉庫が関係してると思ってるんだよ。架空の大雪？そうだよ、そもそも本当に大雪が降ってたのかが怪しいよ。最後に旅館に来たのは警察の二人。窓がない旅館だからって大雪がピークだって嘘をつくこともできるわね。現にその直前に来客したヘビメタは大雪が降ってなかったような指摘もしてたしな。金属ボディのヘビには雪の感触もわからなかったんだろうよ。それに旅館おかみも言ってただろう、地震速報と一緒に大雪がピークになるってラジオ情報を聞いたとな。言ってたな。そうか、言ってたか。地震速報と一緒に大雪がピークになるラジオ情報を聞いたって何か引っかかるような。地震速報がおかしい、大雪がピークになる情報がおかしい、順番がおかしい。地震速報と一緒に大雪がピークになるラジオ情報を聞いた。いや、地震はここでしか起こってないはずだから地震速報がおかしいんじゃないか。よしよしよし、いいぞ。そうだよ、地震はこの旅館だけで起こった騒動なのに、地震速報が流れるなんて、おかしいよ。そうなるとラジオの電波が怪しいな。電波といえば電磁波、あれが影響しているのではないか。電磁石。そうだよ、地下の電磁石だよ。そして地下の電磁石の隣には、これ何なんだろうねって言ってたやつ、アンテナか。このアンテナは、ラジオを一時的にハイジャックするためのアンテナだったってこと？うわ。どこまで読んだっけ？アンテナみたいなのがあったよ。地震のトリック時流れる電磁波から、アンテナに通信妨害を発生させて、偽のラジオを流す仕組みさえあれば。そんなの憶測に過ぎねえな。たまたまアンテナが電磁石の隣に配置されてるだけだろ。まず地下にアンテナがあること自体はおかしいよ。普通あれだよね、もう上の方にって感じだもんね。まるでこのアンテナは地震トリックの時の電磁波を、まるでこのアンテナは地震トリック時の電磁波を拾うためだけに存在しているような配置なんだよ。配置を決めたのも救世主 X だし、機械などの技術に詳しいから通信妨害もできそうね。と電磁波が発生するタイミングで嘘の地震速報と大雪情報に差し替える仕掛けがあるのよ。そして地震が起これば地震速報を聞く、この修正を利用して偽の大雪情報をセットで流したんだよ。それが架空の大雪か、蓋を開けてみれば、くだらんトリックだ。まだだ、まだ何も解決してねえぞ。電磁波からの架空の大雪では雪崩など起きやしないだろうが。これこそ冷凍倉庫じゃないの。考えられるのは、一応ちょっとこれ逆転の発想、ちょっと自信ないから見ていいかな。突然現れたのなら、もともとあった場所からは突然消えたはず。はぁ、そういうことね。逆転の発想ですわ、これ確かに。
消えた部屋の存在、これかな。冷凍倉庫って別にないよね。これ、はい。消えた部屋といえば冷凍倉庫。そして冷凍倉庫の位置は雪崩の真下。そうか、雪崩が現れたってことは別の場所では消えたはず。それじゃああの雪崩の正体は消えた冷凍倉庫ってこと。地下の冷凍倉庫を上の階に運ぶなど無理があるだろう。冷凍倉庫にリフトとレバーがあったよ。あ、これリフトか。なるほどね。だからやっぱり昇降機能がついてたんだよ。使ったことないけど、リフトを持ち上げる装置があれば可能なはずだよ。機械に詳しくて旅館の設計にも関わっている救世主 X なら不可能な話じゃないよ。所詮は憶測、証拠にはなるまい。そういや冷凍倉庫が消えたことに気づいたタイミングだが、停電騒ぎに便乗して地下に潜り込んだ時だったな。停電騒ぎの後ってことは雪崩の時間とも一致してるじゃない。まだだ。この旅館には水不足の問題もあるだろう。雪崩のような大量の氷どうやって確保する。確かにな。あ、どうすんだ。確かにこの旅館は節水が基本だから、こっそり人工雪崩を作るなんて無理だよ。ただ強いて言えば人工温泉の入れ替え時に廃棄する水が出るけど、それじゃね。それなんじゃね。だったらその温泉の残り湯を集めて雪崩の氷を確保したってことか。温泉の残り湯を使用したにしても人工温泉の氷を確保するにはまだまだ足りねえな。足りないのか。それに雪崩に関する謎はまだまだ残されてるぞ。雪崩は冷凍倉庫だから溶けないって主張だが、一箇所欠けた雪崩、あれをどう説明する気だ。これなんだよ。やっぱ欠けたっていう表現が出るとミスリードになるんだよ。やっぱ欠けてないんだよ。ってことは欠けたんじゃなくて増えたんだよ。わかんねえけど。難題が解明されたと思ったらまた厄介な難題が出てきちゃったよ。この問題はまだまだ理解不能だな。ギリギリまで先送りするしかなさそうだよ。最終問題が最終局面まで先送りされたところであなたのターンです。休憩しつつ予習、そしてもちろんセーブもする。これにしましょう。で、時間も結構いい感じなのでこれで終わりたいかなと思います。いや、欠けた雪崩の謎がないまいちわかんないんだよな。なんかわかんないけどそうなんじゃねえくらいのなんか予想しかできなくて、でなんでそのそこがくり抜かれてる感じになってるのかが一切わからないっていう。これに関してはやっぱり推理を進めていかないと解決しなそうですね。ってことで、また次回、おつぴよでーす。いや、あー、レベル9か。ってことは、予習しつつセーブかな。はい。今さら経験値100、1000の経験値でどうにかなるもんじゃないけどね。確かに。で、じゃあセーブして終わります。じゃあねー、バイバーイ。